なんかすげえ虚しいんだけど、何これ、うん、なんか傷ついた、え、ダメ、うん、ポップな話する、うん、なんかさ、明るくしみようって、ね、なんか自分に自信がない人って、そう、待って、私すげえあなたに捧げたい言葉あります。例えばね、うん、あなたが、うん、まあ、今後ね、男性にアピールをする、まあアピールをするっていうか、こう自分からグイグイ行くんではなくてね、うん、普通に男性と恋に落ちたいわけじゃないですか、うん、そういった時に自信がないあなただとどうなるかっていうのを説明すると、うん、例えばあなたがエアコンを買いに行きますと、うん、電気屋さんにこうエアコンどれにしようかなと思って、うん、このエアコンいいなってちょっと思った時に、うんうん、いや、あのこのエアコン、まあそんなに、まあよ、どうだろう、よくないかもしれないですけど、使ってみればまあいいかもしれないですみたいな、うんうんうん、自信なくその商品おすすめされて買う、うん、買わないでしょ、うん、自信ない商品です今私たち、うわ、だから、うん、せめて自信を持っていく、だからその自信ないっていうので自分を下げてってんの。余計自信がなくなったのは YouTube を始めてから。え、なんかもうあれが出ちゃってるわけやん、もう深夜テンション、あれが出ちゃってて、まあ、例えば男性と出会いました、うん、冷静フラミンゴを知りません、うん、で、まあ、普通に女の子としていくやん、うん、で、まあ、いい感じになりました、うん、だけど実は私こんなことやってますってなった時に、どうも彼、その時うち別に平成フラミンゴみたいなことしないんだよ、ですかって言って、逆転の発想です、自信持っていってください、あー、うちこんなこともできるよっていう切り札ですね。そう、俺のターン、そう、俺のターン、うちらの YouTube それがいい、絶対、あー、だってか、待って、分かった、あれを面白いって思える人じゃないと逆に無理かも、いや、そうそうそう、分かる、うん、こういうスイッチもあるんだっていう見せるあれにもなりますし、励まし動画みたいな、お互いの大丈夫大丈夫、あんた可愛いよでも励まし合っていかなきゃ、いかなきゃ、うん、全部そうだよ、うん、だからあのね、他の人とのさ、うん、集まりというか、まあ、YouTuber と会った時に、うん、どんどん自分で落としていってる、で私本当にもう、あ、大丈夫ですみたいな、うん、LINE とかもう無視しちゃうみたいな、うん、私なんてっていうのが、あ、そうそうそう、でもさ、帰ってこないとへこむやん、だからそれがな、分かるよ、うん、それをうちだけに言えばいい、そんで男とかのコラボの時とかはなんか、え、実際正直2人ともどうなんみたい な男関係とかあるんって言われた時に、いや、まあ、それはね、まあ、それなりにですよ、言うの、ね、かわいそうだからもうこれ流しちゃったらそういう風に言ってるって思われるからないくせに頑張って俺らになんかこう惑わせようとしてそういう風に言ってんだって思われるから全部言わなきゃよかったの裏で言えでも本当に本当にそうよ、うん、あの人って、例えばうちらで言うと彼女がいる男性の方が魅力的に見えるんだって、へえ、それはなんかやっぱり余裕があるから、このまま行ったら余裕ないババアみたいになるから、確かにせめてうちら実はモテますよキャラで行こう、裏では確かにな、うん、うちらガチじゃないっすよ、マジでまだ言わなくていいよ、あ、確かにちょっとやって、あ、いいよ、え、まだ時間大丈夫ですか、あ、大丈夫ですよ、大丈夫です、ぶっちゃけ平成フラミンゴって本当に彼氏いないですか、彼氏はいないです、彼氏は、あ、彼氏はいない、はい、え、って言うとじゃあなんか、あ、違う、そういう本当に彼氏はいないです、うわ、怪しい、いや、本当にないですよ、余裕を見せなきゃ、確かにそう、確かにそうかも、だってめっちゃ必死だったもんね、なんでそんな否定するのってぐらいさ、うん、2人で、え、ガチでない、うちは家帰ってないからマジで、何のために、確かにね、なんでそんな自分たちを詐欺に行ってたんだろう、そう、だから来いよってことの意味もこもってたんじゃない、うちら本当にないから狙いたいなら、あ、そうか、どうぞ、その心ちょっとあったかも、あったよね、あった、うわ、そうか、確かに、うん、ちょっとくすぐるためには、うん、ちょっと匂わせる、ちょっと匂わせる、あ、もしかしているのかな、いないのかなっていう、うん、そうそう、どっちなんだろうっていう、そう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 、小悪魔大作戦を実行したいと思います、実行しよう、それで連れた男がいたら報告しようよ、ガチ報告する、誰をそうか、来るぞ、来るぞ、これうちらが変わったらヤバいと思う、ヤバいよ、面白い、可愛い、磨こう、それは自分を磨こう、可愛い、大人の余裕がある、巨乳むずっだから、その例えばそのちゃあの動画とかでこうやってはい、何やねん、例えば動画でね、うん、こうなんかいろいろあったりするじゃん、うん、なんかこう触れ合いとかがありました、うん、分かんないよ、何があるか分かりません、うん、この世の中ですから、うん、こうやって会った時とかに、うん、ね、おいみたいな、何も動じない、芋を出さない、え、ちょっとやってみて、え、でもリコちゃんのほっぺめっちゃプリプリって聞いたんですよね、リコちゃん、ね、あ、そう、触ってみていいですか、うん、
おお、すごい、これすごい、うわ、もう落ちできるわ、できる、できる、見えるわ、うわ、見えるわ、今ね、誰が落ちたかな、これうちらはマジでそう、あの、本当に反省点は、うん、この平成フラミンゴをここまで頑張ってきました、いいことです、素晴らしいことです、はい、ですけれども、全体の動画を通して自分たちを落とし続けてきた確かに本当に確かに、だって最初から売り出し文句がアラサー独身女、うん、これダメですもう変えていいっすか、変えていいっすか、アラサーモテ女の日常でいいですかガチで本当に申し訳ない、うん、だからうちらのこのなんか芋の感じを楽しんでいただけてた方には、うん、マジ申し訳ない、ね、申し訳ない、変わっちゃうな、ごめんね、だけどまあうちらも女やし、うん、そろそろ幸せ欲しいなって思ってる、うん、とこだから花咲かせんと、うん、え、でもめっちゃなんか上々になってきたの、え、なってきたよ、なんかうち全然いける気がする、わかる、うん、今まで本当に自分たち落としすぎ、うちそうだわ、うち、あもうここまでいっちゃった、あ、ダメ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 、だから逆にありがたい状況かもね、この平成フラミンゴっていう動画がキモいおかげで、うん、少し女度が上がるだけでモテますから、これ確かに、わかります、ちょっと女見せるだけで気づいた、気づいた、気づいたよね、よかった、いや逆だよね、そうだよね、うん、そうプラスやん、そう、マジでプラスしかない、うわ、明るい未来だ、明るっ